去年の8月からブラザーズで働かせてもらって、そうですね、1年ちょっと経ったんですけど、南堀江店でアシスタントさせてもらってる時は、南堀江店の、まあ、スタイリストさんのアシスタントでしたけど、やっぱこう中崎町店のスタイリストになったんで、自分でこう抱えるものというか、ブラザーズの本能としてのブランディングとか、やっぱりいろいろ考えるようになりました。まあ、髪切れるのは当たり前なんですけど、まあ、ファッションとか、やっぱりこう動き方とか、かっこよくどうやったら見られるかっていうのは、やっぱもう先輩方見てていいところがあって、みんなやっぱ違うんで、そこを自分のいいところは何なのか、どうやったらかっこよく見えるのかっていうのを常に考えてやってます。とりあえず今できることはもう一日一日大事にして、で、まあ、僕を求めてきてくれるお客さんも少しずつ増えてきてるんで、自分もお客さんもかっこよくできたらいいなと思います。やっぱりみんなでご飯行ったりとか飲み行ったりとかすることが多くて、でそこでやっぱいろんな人と知り合って、で髪切ってる、仕事してるって話させてもらった時に、じゃあ今度髪切ってよとかいうふうに、こう仕事ですけど、まあ、その延長線上で仕事があるっていう感じなんで、今はまだやっぱりこう広げられるところがもっともっとあると思うんで、最初はやっぱりその先輩方がよく行ってるバーに連れて行ってもらうっていう形だったんですけど、まあ最近はちょっとずつ自分でもコミュニティ広げてって、自分がよく行くお店とかもできてきたんで、もっといろんな人とコミュニティ広げていけたらと思ってます。髪切る仕事ですけど、それ以外のこととかもいろんなことできたらいいなと思ってるんで、それはやっぱりまあ僕個人的な意見にもなりますけど、ブラザーズで広げていければいいなと思ってます。ブラザーズみんな一人一人個性があって、やっぱりこう一人一人のキャラがあるんですけど、自分がどういうキャラで見られてるっていうのもやっぱちょっとずつ分かるようになってきて、多分僕ってでもこうシャキッとかっこいいみたいな感じではないと思うんで、店の雰囲気とかを良くする一人のスタイリストとして、こう笑って髪切ってるような人間でありたいなと思いますね。